はい、こんにちはパソケンです。今回この動画では、Windows 11バージョン 24H2 のサポート期限や新機能についてご紹介していきます。2024年10月1日に Windows 11バージョン 24H2 がリリースされました。サポート有効期限はこれまでのバージョンと同様に24ヶ月なので、2026年10月13日までとなっています。 ただ 24H2 がリリースされたからといって急いで更新する必要はありません一つ前のバージョン 23H2 のサポート期限は2025年10月11日まで有効でまだ余裕がありますまた以前の動画で紹介したようにバージョン更新することで機能が増えたり機能改善される一方でリリース初期では不具合が多い傾向があります 使っているパソコンが 24H2 へ更新するための準備ができていなかったり、更新することで不具合が発生する対象のパソコンの場合は、この WindowsUpdate の画面に更新の案内が来ないようになっています。なので、24H2 へ更新するとなっても、基本的には WindowsUpdate の画面に 24H2 の案内が来た段階で上げることをお勧めします。続いては追加された機能や 更新内容についいてて説明していきますただ、公式で発表している新機能でもパソコン環境によっては利用できないものがあるので一部抜粋する形で紹介していきます。まず一つ目にタスクバー右側のスピーカーアイコンをクリックしたときに表示されるこのクイック設定が変更されています。これまでクイック設定は必要な機能を後から追加したり削除を行っていましたが、 すべての機能が最初から表示されます最初の画面から表示を切り替えるにはマウスホイールを下に動かしますこれで表示項目の切り替えができますまた各項目はドラッグアンドロップをすることで並び替えを行いますさらにこの一覧にある Wi-Fi 項目ではネットワークの更新ボタンが追加されました 更新ボタンを押すことで接続できる SSID を再スキャンできます2つ目はファイルを右クリックしたときに表示されるコンテキストメニューの表示が新しくなっていますこれまで切り取り、コピー、名前の変更などがアイコンだけの表示でどの機能なのか分かりにくかったですが各アイコンにラベルが表示されて分かりやすくなっています 3つ目は設定画面に省エネ機能の項目が追加されました省エネ機能を確認するにはまず設定画面を開いて左側メニューからシステムを選択します次に画面右側の電源項目をクリックしますそしてこの画面に省エネ機能の項目が追加されています項目をクリックするとその下に省エネ機能を有効にするかの設定項目が表示されます またノートパソコンの場合はバッテリー残量が設定したパーセントよりも低くなった時に自動的に省エネ機能をオンにする項目があります4つ目は QR コードを使って別の端末で同じ w i f i に接続できるようになりましたこの機能を使うことで例えばパソコンで接続中の同じ w i f i にスマホなど別の端末でも SSID やパスワードを入力せずに簡単に接続できます 接続している w i f i のパスワードや QR コードを表示するには設定画面を開いて左側メニューからネットワークとインターネットの項目を選択します。次に w i f i 項目をクリックします。次に現在接続している w i f i のプロパティをクリックします。そしてこの画面にある w i f i ネットワークパスワードの項目右側の表示をクリックします。 ここで一番上に Wi-Fi のパスワーード、ドそのの下に QR コードが表示されます。この w i f i にスマホでも接続したいとなった場合はスマホのカメラを起動してこの QR コードの読み取りを行うと SSID の選択やパスワード入力が自動で行われて簡単に w i f i 接続ができます5つ目はパソコンに接続しているマイクがどのように聞こえるのか録音して確認できるようになりました マイクのテストを行うには、タスクバーにあるスピーカーアイコンを右クリックします。そしてメニューからサウンドの設定を選択します。サウンドの設定画面を開いたら、入力一覧にあるマイクのデバイス項目をクリックします。そしてこの画面にマイクテストの項目があります。テストの開始をクリックすると、テストの終了を押すまでの間、マイクが録音されます。 はいこんにちはパソケンですテストの終了を押すとその下に記録されたサンプル項目が表示されますここで再生ボタンを押すと今録音した内容を実際に聞いて確認することができますはいこんにちはパソケンです6つ目は Wi-Fi の新しい規格 Wi-Fi7 に対応しました WiFi7 では1つ前の WiFi6 と比べて通信遅延や安定性が向上しています。また最大通信速度は WiFi6 と比べて3.7倍になります。ただ利用するには無線ルーターやパソコン側のアダプターが WiFi7 に対応している必要があります。これまで説明した新機能以外にも 24H2 からは コパイロットプラス PC のハードウェア要件を満たしているパソコンの場合は追加で7つの機能が使えるようになります。これらの機能の詳細についてはまた別の動画で紹介していきたいと思います。また追加された新機能とは別に 24H2 では非推奨の機能となった w o r d b ト d が削除されました。以上が Windows11 バージョン 24H2 のサポート期限や新機能となります。 この動画を見ていただいて参考になった方はいいねボタンチャンネル登録をお願いします。